こちらも始めさせていただいて、皆さんも来ていただいてるんで、本当にまあ今回、こんなありがたいことはないわけで、今日、今、幕開いて、本当にまあ皆さんと顔を合わせられなかったぐらいに感動したわけなんですね。本当にようこそ来ていただきました。ありがとうございます。本当にはい、皆さんこんばんは、ね、半分しか見えませんから、おうち行って挨拶するわけにもいきませんけど、本当によく来ていただいてありがとうございます。本当に、ね、やっぱり、まだまだ人それぞれこう違いますからね、感覚がね、今のこの状況の感覚が。大変だ大変だと思ってる人も、いや何でもないと思ってる人もいますし、いろいろある中で、みんながこれぐらいな感じでやっていけば大丈夫だろうという感覚で、やるわけでございます。長岡の会、6月にやろうとしたことができなかったので、6月のはまたどっかでやることにしまして、9月6日で、今日は今日やる演目を決めておりましたので、それをやることにいたしました。これもなんとなく、結局8月ぐらいに、先月ぐらいに、7月の末ぐらいに決めたことでございまして、なんとか、できたことは嬉しいなと思いまして、それよりも何をお客様が来てくださるのかというのは心配でございますが、来てくださって本当にありがとうございます。本当にね、検討していただいてね、本当に伊勢丹に入るときみたいな感じでございますけど、本当にね、面白いことですけど、島の洗剤で、今日は島の洗剤、相方衆、それから君の庭、吉原新聞という日本曲、しばらくぶりにこの生で演奏を聴く方も多いんじゃないですか。で、しばらくぶりに講義の三味線弾いてます、私も。本当にね、半年ぶりかな、本当にね、もう月もね、もう月の着物の単数を上げなかったですよ。ね、心配で、梅雨挟んでおりましたからね、早めに出して干しとかなきゃっていう状況でありました。もうそしたらね、いつも自分でやりますよ、ちゃんと自分でこう着物とかはちゃんと整理してるんでございます。うちは家内がいますけれども、いや自分でやっておりますんですよ。で、足袋から何から全部きれい、そしたらね、ちゃんときれいになってるね。これ、当たり前に自分でやってんだから。だけどそれほどそのタンスを、こういう風になってたんだってのを忘れるぐらいタンスを開けなかったですよ。もうびっくりしました。カメラがきれいに揃ってましたよ。見せてあげたいぐらい。写真撮って発表しようかしらね。本当にきれいになっておりまして。そんな感じで、ですから今日演奏する今の雅江さんもそうだし、テイソンもそう。みんな生でやるのは本当に久しぶり、リモートでいろいろやったりなんかはみんな活動しておりますが、生でお客さんの前で演奏するのも本当に久しぶりでございます。本当に初々しい演奏になっておりますね。やってね、なんかね、あれなんですよ、いつもなら別に何てことないんですけどね、なんかこの後まだ3曲弾くんだよなって、3曲弾けるかなっていうぐらいな感じでいるわけです。不思議ですね。なんでなんだろう、半年引かないってことはあまりないですけど、でもかといってね、僕別にほらお芝居に出てるわけじゃないから毎日三味線引かないわけですよ。しかもね、舞台の三味線なんか毎日引かないし、毎日舞台もあるわけじゃない、何ヶ月に一遍ぐらいしかないときはしょっちゅうあるんだけど、それでもなんか特別な時間だったんですね。本当になんか不思議な感じでございますが、で、曲の説明を入らなきゃいけないとね、このままずっと喋るとか、喋るはね、全然問題ないんですよ。全然、どっちかというとずっとこのまま2時間ぐらいいける感じがするんですけど、そんなことやってらんない。島の洗剤という曲を聴いていただきました。これね、今日まだ配ったでしょ、細谷先生のこの時のためだけにね、今日は、今年はなんでこういうことを配ってるかって、私の還暦屋でこれと手拭い配りましたね。この手拭いもですね、皆様に渡すだけのためにこさえたわけですよ、ね、そう、それ皆様に渡すで、皆様の数だけ作ればいいんですけど、50本だけいかないと100本作れないですね。またどこかで売るかもしれませんけど、そのために作って、これ気に入ってるデザインとってもいいですよね。これね、あります。また11月に来ていただいたら、また違うやつ。それから、細谷先生のこの長岡の会にこのね、これが可愛いです、読んでいただきましたか、ね、ね、これぐらいの字なら大丈夫です、僕も読みますから、大丈夫です。それで、この中に書いてありますけども、島の洗剤というのを、先ほど初めて知ったのは、人の名前だということです。ね、
島野千歳さんっていう人ではないんですよ。島野千歳っていう名前のなんですって。知らなかったでしょ。知らない。なんかね、千歳っていうとだからほらあのね、あの北海道の方の空港とかね、あとまあ千歳って言いますから沖縄とか千歳とか三番荘ってのは何だろうか分かるんですよ。そういうことなのかな。だからまあ要は調拍子のな、調拍子で思い浮かべるのは道場で調拍子花子とかさね、それから静香御前とかあの調拍子、調拍子って僕は踊りを踊る人だと思ってたんです。単なる舞踊家だと思ってた。それがどうも舞踊家というよりを踊り子さん的な感じというわけで、ね、極人の前で そっちの感じの、そのなんか踊り子さん的な感じ、それで、まあ、友情的な、ね、僕はね、その鼻毛とか牛間とかそういうことだと思ってたんだよ。そうではなく、そうではなくね、そうではない感じの人たちのことなんだそうです、島の先代ね。で、この、これにも書いてあるじゃないですか、このそのね、だから当時、まあ、鎌倉時代ですよね、の時の結局、なよっとした女の人、要は女の人らしい女の人はたくさんいるんですけども、それよりもそうじゃなくて、やはり男も男装の女性、男装させてみようという、まあ、なんていうか、この男のコンビでございます、本当に。ここから話長くなりますよ。好みよ。あの男の人がね、そういや女らしい女の人もいいんです、女らしい女の人もとても大好きなんですけど、そうじゃ、そういう人はいっぱい、いやいっぱいいるからっていうことじゃないかな。でもそのやっぱり男の、よく言うでしょ、あの男物のワイシャツを着せるとかっていうか、ね、着ていただくとかですね、そういう感じでございます。でそういう感じで、そういう感じが今昭和とか平成とか令和じゃなく、この鎌倉時代からそうだったんです。男の人が何となく好むのね、だからそういうことです。そういう感じの人が流行った、そういうで、それでこの調拍子は男の格好してこう刀みたいなの刺してさ、それでこういう楽器じゃなくて鼓とか打楽器で踊るんだそうです、ね、だからほらつながった、このさっきの鼓でございますね。鼓だけで、よものしきなみたずかたずかって時に鼓だけで歌ってたりですね、ああいうのであの歌う踊るんだそうでございますよ。で、まあこの曲はも書いてあります、太宰門襲名の時のために、太宰門さんというのはもちろんの芸務止めでございますね。その人が襲名する時にこの鼓の曲を作った、その襲名のための曲でございます。で、まあそれで題材はこういうことでございまして、これはね、島の洗剤みたいな曲は島の洗剤以外にないです。その変な言い方しますけど、あのこの曲をやろうと思わないとこの曲はやれない、まあ、それ言えば言うほどだけど、要はね、この時君の庭っていうのをやりますけど、君の庭はね、五色の糸とかね、なんかそれ似た曲があるんですよ。わかりますよね。だって島の仙台は似たのないですよ、ええ、島の仙台、そう、福岡空港とかもないんですよ。そのもう北海道しかない、島の新千歳しかない、島の仙台をやろうとしてない。で、これはまあ鼓と私のこの息の入り方ですね。で、鼓の人はね、僕三味線弾きはね、要は鼓とボーンっていうのをドンと合わせたりするわけですね。僕は見てるんですね、見てるから分かりますけど、やっぱり鼓の人怖いと思うんですよ。ビョーってこれボーンってやった瞬間にドンって打ってくれるのかな、弾いてくれるのかなとね、高根さんに聞いたことないですけどね、ビョードンドンとか言われてね、嫌でしょうし、その信頼関係はね、一発ずれたらなんとなくあれ次もデスクロスずれるんじゃねえみたいなのもあるね。ドーン、ペン、ポンポンって時にチン、チンかなんかやられたらたまんねえなとかって思われるの嫌だな、ね、そういうことの信頼関係が、この受け渡しがとても面白いのは島の仙台、曲としては非常に面白いです。こういうやり方だと思います。だいたい2丁2枚ぐらいの感じで鼓だと打ちます。でこれが長唄であるから全員が向こうを向いてるから素敵に見えます。普通なら多分車坂なんかになって演奏すればいいんです、こういう曲は。でもこのね、他の後の吉原もそうですけども、全員が向こう向いてる、打楽器がこっちを向いてる方が本当はやりやすい、うん、もしくは打楽器後ろにいて、ローリングストーンズの上、絶対ドラム後ろですもんね、普通はバンドは、ね、でもこう前にいるというところが非常にこのなんていうか面白い
美なんです。これが日本の美なんです。歌舞伎の 美なんです。だからやりづらいことはやりづらいんです。面白いですね。そういう感じ、そういう感じ、どういう感じでね、無理やりまとめておりますからね。次、相方衆。相方衆っていうのは、長唄の特徴としましてね、長唄じゃなくて清本でも下座にも何度も三味線もたくさんございますが、長唄の特徴としては間奏部分の優れているっていうのがあるんです。お歌があって必ず間奏部分があってお歌があります。でその間奏部分っていうものを相方というところですね。その子のだからまあまあこんなこと言っちゃなんだけど、歌のところはさ、三味線別に出番ないわけですよ。お歌のお歌がきれいに歌っていただくように。でその三味線のところだけ言うと、そら来たぞということで聞くわけではないですね。その中のその相方詞、これを、鉄六と鉄七と鉄九とね、訓読七で弾いてみようかなと思うわけでございます。これはまあ今日は題材は越後地震というのを題材でございます。まあ、あのにぎやかな感じでございます。で、一つの特徴は楓というのがございます。3人で弾く場合、本手が2人、1人が楓。楓っていうのはアドリブでございます。本当の手に対するこう色付け、味付けみたいなものですね。まあ、味のことみたいな感じで胡椒とか塩とかというような感じでございます。楓っていうのは必ず1人で弾きます。本当は立ち上げ線が弾くんですけども、楓をいろんな人がこうね、6さんも7さんもこう楓をみんなで弾いて、あの順番に弾いていくっていうような感じでもって相方衆をあのにぎやかに聴いていただこうと思っています。それが終わりますと、君の庭。さあ、君の庭というのは、これは君というのは、これ喜ぶさんと書いてありますね。本当は君の、あなたの。ね。言われそうか。なんですけど、これはまあ発表は、まあ、岡安という流派があります。岡安ってあの、岡山の岡に安いよっていう。岡山の安い、それはあんまり良くないね。安全な岡山ってことですね。安全な岡安という岡安流というのがございまして、家元名を喜三郎です。喜ぶ三郎でございますね。家元今多分8代目だと思いますね。で多分、この人はこれは、その岡安喜三郎さんのお弟子さんなんです。多分2代目の岡安喜三郎さんのお弟子さんで、岡安清重さん、喜ぶに時代の代に、あの鈴木茂、鈴木茂分かんないね、泉谷茂の茂なんですけど、今いらがないですけど、僕はなんていうか、持って言うね、持って言う、多分岡安清重さんって読むんだと思いますよ。ひょっとしたら嫌いもかもしれませんけども、お稽古開きっていうか、お稽古場を作ったところでこの曲をさあ作るんだから、すごいな、大したことでございますか。まあ、それで作っていったのは、これは合作でありまして、杵屋合作の2代目名人、杵屋合作郎と3代目正次郎、これはあの仲がいいお二人でございましてね。でこの半分ずつ作ってみました。半分ずつ、これは賢き君のようなっていうのがありますでしょ。歌詞がね、1、2、3、本調子の次ですね。本調子ってのはこれ今日も元気だぞってことじゃないですよ。これ調子です。あの調子ね。本調子ね。そうフレームの後、これは賢き君が代にっていうから後半は、3代目正次郎が作りました。それまでを、2代目木本勝三郎が抑えたということに、なっております。実際そうなんでしょう。でこれと同じ次の曲が「あやめ浴衣」という曲です。これも勝三郎、正次郎の合作でございます。この2つをこう2人で作った。それでまああれ、あのそれでは本当は発表するときにどっちかが杵屋勝三郎作曲、どっちかが杵屋正次郎作曲に最初はしたんだってね言ってました。これもあの友子先生の書いてあるから読んでいただくと、何だろう、最初は平家物語ですね。だから島の先祖を継いでおりますな、平家物語。それでこれがね、これは賢きの前ね、ここね、ほらあのこれにも書いてある、70年700年でしたっけ、700年飛ぶんですよ、ね、このね、この700年飛ぶってすごくないですか。7世紀ですよ700年、つまりね、宋夫連の恋曲は、ありまして、その蓮理の枝に通うって、ちょうどあの鉄黒くんが目つぶっている絵がありますね。でそれからこれは賢きの間に相方が、長い相方が入るんです、三味線だけの。これが
700年の時をぐるぐるぐるっとこう行ってるような相方で、ね、なんかあのグリナッチの転校生みたいなことね。あれでもいいですよ、あの時をかける少女でもいいですよ。で、それで700年経ちましたっていうのが今度吉原になるわけです。これは確かに、というような、なかなか壮大な共同なんで、これはなんか深めると面白いでしょうねっていうことでございます。で、まずは相方衆を聴いていただいて、このそれで君の庭を聴いていただきます。相方衆は6と7で聴きまして、君の庭は、ペーソンさんと安田正恵さんと、それで私と今日勝次郎さんに来ていただいています。キネア勝次郎さん、ただこのキネア勝三郎家のね、お客さんとかですね、3+7でキネア勝次郎でございます。3プラス7で、9と10で9と10で君の庭をね、お送りするということでございますが、それでは、まあ、講師でさせていただいて始めたいと思います。よろしくお願いいたします。